おはようございます。今日ね、走行動画出す予定だったんですけど、トラックにデータを忘れてしまって編集できるのでね、今から焼肉しに行くんですけど、その動画をちょこっと撮ろうと思います。いいよ、もういいから早く。え、何にもないことはない。いいじゃん、これ水道も洗えるよ。うん、水道もあるし、これバーベキューの釜が、こんなの作ればいいよね、家で。テーブルもあるし、最高よ。まで、ごめんね、適当に生きてきました、ここまで。それ太い分後から出る、火がついたら。すっげー、この方が火がついてるね。それ取って一本ゆっくり斜めに入れてみて、その上の方へ。あー、いいね。もう一個いくね。え、いいよ、取っとこうよ、まだ。もう今これで十分でしょ。あー、折れる。折れんじゃん。ダメやな、こいつ。折れんじゃん。力弱いな。そのままくべますか、巻きを。危ない危ない、ゆっくりゆっくり。うん。じゃあこれいくでって、それ。うん。うん、それ簡単に折れた。それ簡単に。あ、いいじゃん。あ、いいね。もういいぞ。野菜から。あ、だいぶ温まったね。わ。あー、目が痛い。やっぱ焼き鳥はちょっと減るのがいいんかな。串が焦げるね、やっぱり。串が、いや、いいんだけど、減りすぎたら火力が弱いし。かぼちゃ焦げてあった。ピーマンできたよ。こうね、こうね。あ、もう、あ、すごいすごい、一瞬じゃ。県民賞。どう、それは。あ、こうね。あ、エビ。わあわあ、もうこれいいんじゃない。じゃあ、結構レアで食べよる人もったよね。うん、これはね、もういいじゃろこれ。うわ、よし。ヘリンギが、あっという間よ、ほんまにあっという間。よいしょ、うん、これまだタレ塗ってないんだろ。あ、これうまそうじゃん、これ塗ったやつ。うまそう。あらら、これうまそうな、これ。中落ちカルビ、わからん。え、あずちゃん、あっこおるよ、あずちゃん。ぼっち。え、いや、楽しいよ。そうか、醤油じゃなくても焼肉のタレですりゃいいんか。あ、ひっつきおる。あ、やばい、かっこ表面がひっつきおる。うん、多分ある程度焼いてね、タレつけてるのっていうの多分。あ、どう。あ、よっ、うまいうまい、うん、焦げがあった方がうまいうまい。キャベツ食べよう。あらら、うまい。目がまた赤いんじゃない、これ。
こは泊まりはできんの？いや、あるん、キャンプ施設もある。あ、そうなんだ。デイキャンプもある。俺ここでも十分泊まれるけどね。私は無理。え、なんで？寒いよ。寒いけど。寝袋がある。最近100均でも1000円の寝袋がある。え、これカルビ？これがカルビ。こっちが豚ね。カルビにしてはなんかあんま白くないね。あ、こんなもんか。ちょっとなんか赤みが多い ね、 ね、これね。これ上田？上田。ああ、いいね。やった。せせりか。あ、やべえ、ごめん。走ってた。え、カップまだ普通のタバコ吸うんじゃ。うん、タバコ吸うよ。うん。カルビをいただこう。熱々カルビを。あ、うん。やっぱカルビは肉って感じするね。うん。いいだね。栗は？栗あった。虫入ってない。あれ？ねえ、見て。何があった？うわ、松ぼっくりだね。松ぼっくりとどんぐり。どんぐり取った。取ったね。あ、すごい、ほんと山の中だね。うん、見て。んどれ？あ、帽子、どんぐりの帽子や。どんぐり、これに踏んだぞ。うん、あ、踏んだ。こういうの大好き。外観光物。広場の。いや、ここは違うけど、行き止まりんとこ。こんな感じです。車が2台は止めれます。木にね、番号はなんか全部貼ってあるんですよ。H57 とか。これは58か。H56。すごい。何の意味があるんだろう。何か管理されてるんですかね。これは途中から二手に二股になってる。あらら、いっぱい集まったね。何の料理作るんですか。え？何の料理をしますか。今日何作る？何作る？豆ご飯。豆ご飯ですよ。うん。どんぐりご飯にしてください。はーい。その松ぼっくりはどうするんですか？唐揚げ。これはね、唐揚げにします。はい、これはお米です。はい。はい。お米集めて。はい、どうぞ。あー。あー、汚れたに。輪っかね、これだいぶ時間かかるね。ちょっと置いとかなかったよ。この音聞いとるだけでいいわ。じっくり焼きましょう。あずちゃん、おい、
湧いてきたよ、湧いてきたよ。やかんなんて言いません。熱っ。父さん取るよ。いいよ。その栗取ってどうするん。食べる。食べるんじゃろこれは。あれやっぱりこびりつくわ。もういいや、もう食べよう。すごいじゃんこれ。立派な、これ山のご飯が、料理ができとるよ。松ぼっくりのソテーに赤豆の煮物ね。これなんだ、これはね、どんぐりの香草焼き。はい、すごいね。すごいじゃんこれ。定食作った。定食だね、ほんまね。ソータのお客さんだっけ。山の定食。いやー楽しかったけど疲れた。結構ありましたね。吉和まで、中国道吉和まで乗って行って、今沼田までまた帰ってきました。時刻が2時半ぐらいかな。はい、じゃあ家まであともうちょっと気をつけて帰りたいと思います。ソフトクリーム食べて帰ります。さよなら。